改めまして内堀雅夫福島県知事。皆さんこんにちは、内堀です。よろしくお願いします。続きまして柳井道彦クリエイティブディレクター。柳井です。よろしくお願いします。浅尾義則福島ガイナックス代表取締役のお三方です。はい、どうぞよろしくお願いします。お三方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。来月で東日本大震災原発事故から丸5年が経ちます。今の福島どういう状況なのと聞かれたとき、やはり私は光と影、明るい部分とまだまだ厳しい部分が混ざり合ってるよ、そういうお話をします。ただ光と影が混ざり合ってるってことはすごく伝えづらいことなんですね。で、例えば風評と風化もそうです。本当は悪い評判、風評と風化、消えていくことって矛盾する概念なんですが、それが同時に起きているのが今の福島です。この福島の複雑な現状をどうやって全国の世界の皆さんに発信していったらいいか、ずっと悩んでました。そこで助っ人が現れたのがクリエイティブディレクターの柳井さん、そして福島ガイナックスの浅尾さんです。このお二人に相談をして、アニメーションという手法を使って実話をそのままありのままをぶつけたらいいんじゃないか。未来への手紙、この道の途中から。あの時したそれぞれの選択は正しく、決して間違ってはいないのではないでしょうか。もしも後悔したりやり直したい時があっても、それは許されるのではないでしょうか。一通目の手紙は雨上がりの朝。当たり前にそこにあるもの、家、学校、社会、今まで積み上げてきた全てが見えない何かに飲み込まれていく。ここには私一人きり、みんなどこかへ逃げてしまったのだろうか。まるで色を失ったようなこの世界で、私は何が正しいのかわからなくなっていく。それぞれに正しい選択をしたのだろうか。いや、正しい選択って何だろう。状況が変われば選択の是非はどちらにも変わる。ただその時はそれがいいと思って選択したんじゃないのかな。あ、ご無沙汰しております。おはようございます。おはようございます。ああ、そういう選択しなければよかったって後悔したり修正することって当たり前に普通にあることだと思う。選択の答えを誰かに委ねることはできない。何が正しいのか答えを探し続けることしか今はまだできないのだと思う。やっぱり何かがそのハッピーエンドで終わってよかったっていうものでもなくですね、ずっと抱えていかないといけないことは抱えていかないといけないことなんですけど、ある意味そこからまた何かこう心入れ替えるっていうのも変ですけどね、なんかこうまた新たに気持ち入れ替えて、その状況を踏まえた上で次のステップに踏み出さないといけない、まあ次の5年なんじゃないかなと思ってまして、うん、なんでその完結だから、どのエピソードもやっぱり完結はさせてないんですよね、うん、なんでこうそこから先がまた、まあさっきのね本当副題の通りでまだ途中であるっていう、ここ
からもまだ続きますよっていう。ところで皆さんお気づきになったでしょうか。実はストーリーテラーとして福島県出身のディーン・フジオカさんが出演していましたよね。今日はディーンさんからのメッセージ預かっております。どうぞご覧ください。未来への手紙、この道の途中から。このアニメのストーリーテラーとして参加させていただくことになりましたディーン・フジオカです。福島県生まれの私ですが、何か自分ができる方法で福島県の復興に関わっていきたいと思っていたところ、お声掛けをいただきました。それぞれ、違った思いがあって、原稿を読んでて一言一言の重さに、声が出なくなりそうな気持ちもありましたが、まあなんとか読み終えることができました。自分が子供の時に遊んだ阿武隈川だったり、猪苗代湖の景色だったり、猫間のスキー場とか、そうですね、牡丹園とか、なんかいろんなことを久々に頭の中にこうはっきり思い出すきっかけにもなって、すごく今回やらせていただいて光栄に思います。10はあります。複雑な思いを抱かれるお話もあるかもしれません。それでもぜひ世界中たくさんの人々に見ていただければと思います。